大吾やん。おお大吾。大吾いっぱいおるからな。あ、これは CPU レベル8だ。いやーでもガイルは面白そうやな、普通に。まあなんかガイル使いはとりあえずガイルで良さそうな性能してるね。このガイル見てその不満に思うガイル使いあんまいなそうじゃない。まあ竜使いとガイル使いはなんか画面の前でうなずいてそう、うんうんこういうのでいいんだよって思いながら見てそう。キャンセルソニック今のダメなんや。今結構なんかコンピューター上手いなと思ってんけど、これでさここでこれ割り込むねんけど確定ないんですよねこれ、うん、まあ距離がちょっと遠かったからかな。状況悪っ。ストフォーの剣のウルコンニーみたいな、うますぎるだろ。ジャンプ中パンチの空対空。おーおー、イエクサスマスでカードです。まあ CPU の方が初心者よりはいろいろやってくれるから全然いいけどね。さっきの人がうまかったら結構ねいろいろ見れるけど。こんな体育せえへんからな人。ジャンプ中パンチ。いやいや、昇竜拳せえよ。どんなプログラムやねん。おお、ジャクジャクから伸ばして。え、ちょっと待って、今のコンボってさ、うちうますぎる。この剣うますぎるわ、コンピューター。何ゲージ使ってんのあれ。ドライブキャンセル、ダッシュ。ジャクジャクからやな。ここ、ジャクジャクで、あ、めっちゃ使ってんな。2本かな。あ、3本使ってる。え、でも3、3か。でも、その後のコンボで、まあ3本は結構、ゲージ管理やな。相談室って感じやな。いや、確かにリーサル力、これ、マジでこれやり込みゲーや、これ。コンボゲーだ、これ。絶対。今倒せたよねあなたっていうのがめちゃくちゃ多そう。ちなみにこのドライブゲージは2ラウンド目はマックスなんだよね。藤村強そうだなこのゲーム。じゃあ藤村キンバリーかなり強そうだな。うん、ジョニーに、ジョニーは説教されそうやな。10代EX ゲー使って、これは2本。おお、何そので、この剣ジャンプチューパンチ好きすぎるやろ。反撃にすらジャンプチューパンチ使ってんねんけど。お、減るね。あんま置き詰め状況ない。何今のパリか、中足から。うぃ、突然終わるな。だからしっかりなんかゲージ使っちゃってドライブがあの切れるモード、オーバードライブモードになっちゃうと逆転一気にされるみたいな感じやろうね。ほらまたジャンプ一番しようとしてんもん。なんかおあのお受け身できなそうなダウンしてるけどな、あれ、あの剣の EX3 段技足のめっちゃ減ってる。だからこの人は空対空好きすぎるわこのコンピューター。昇竜対空してほしいな。あれかな、空中軌道変化に釣られないようにしてんのかな、共犯の空対空することによって。おお投げた、
早っ。タジオ系が強いな。なんか剣なんかあれやな、熱苦しいなこの剣。やっぱ今までの剣と比べると爽やかさがないな、この服が。そういうコンセプトやから。なんか靴を履いてんのがなんか新鮮やな。あ、これやっぱ受け身取れないけど。おお、キャンセルで、あ、取られキャンセル。おお、サードやんこれ。もうやってることが、こっからこれでしゃがみ中パンチ取られて、だからキャンセルかかるかどうかがめっちゃ大事ってことや、牽制技が。だダルシムとかやっぱその間弱いんじゃない。あ、これか。あ、ほんまできた、できた。いやいや全部確認するんですけど、この剣中足。まあサード勢は結構そのブロラレ確認みたいなのはまあまあかなりやるんで、だ剣とかやったらあれやろな、下中パンチを置きまくってバリア張って取られたらキャンセル取り返すとか、そういう動きが強いんやろうな。うまっコンボうまっ。いや、とりあえずあれやな、最初はマジであの原人狩りをどんだけ見つけれるからで勝率が一気に変わるやろな、圧倒的に変わるやろな。と5やってたからこうやっちゃうっていうのに対してガンガンリターン取っていきたいな。それだけでまあかなり勝てるやろうな。剣同キャラの割に結構差があるな、これ。赤い方が強いな。置き攻めがなんかあんまできないなこのゲーム。まあやってないかできないか分からんけど、わざわざとの状況があんまり良くない。うん、そうだね、シミーとかのね、まあ原人狩り的な。まあ、とりあえずそのボタンを押しちゃうところを買っていくっていうのが多分このゲーム強いから、これが大事なんやろうな。これ結構でもこのゲームってさ、どうなんやろな、フレーム通りにあんま動けないゲームになるのかな。おお、殴った。あのフレーム通りに動けないゲームって結構人選ぶんですよね。どうなんのかな、俺は好きなんですけど。だ結局その正しくボタンを押すのがまあ大事っていうのが格ゲーの基本なんやけど、例えば有利フレームの時に有利な技を押すっていう。でも下中パンチガード刺した後、フット5で下中パンチガード刺したら、その後あえてもう割り込み手段が無敵技しかないやん。だからフレーム通りにその後タッチ中キックを押せばまあ絶対的にその有利な状況を作れる、強い連携を作れるっていうのがフレーム通りに動けるゲームなんやけど、3D ゲームとか、例えばバーチャとかサードって動けないんですよね。結局、有利フレーム取ったとしても、酒とかブロッキングで割り込まれちゃうから、
そういうゲーム性のゲームが今どれぐらい受け入れられるかっていうのがちょっと気になるな。まあそういうゲームやったとしたらね、実際どうなのか分からへんねんけど。柔道してた今。竜はもしかして柔道できんのかな。主人公に許された柔道。キャラゲンで柔道はあるんかな。前世だと柔道できるのか。あの他のキャラはできてなかった。ちゃんと離れてた。キンバリーとか。うん、言うてフレーム通りじゃない格ゲーの方が多くない。まあそうかな、言われてみればそうなんかな。いやでもどうかな、ブロッキング以外で、あ、違う、あの無敵技以外で割れない連携で割れるゲームって、何があるかな。まあメルブラとかはできるけど、ギルティとかもできるか。いやギルティはでも今はできないか。まあ、なんだかんだで少ない気がするな。柔道も個性はあり得る。まあ、それはそれで面白いかもしれない。その当て身とかにしてもかなり強く設定されてるね。防御手段がやっぱりブロッキングにしてもやっぱりそのずっと構えれるから、遅らせなんちゃらとかでリターンをリスクを忘れないし、まあさすがにサードよりは弱いけど、いやーでもこれ楽しむやなー。どんなゲームになるんやこれ。うますぎる。え、今のちょっと待って。おお違う。こんなんコンピューターの反応やろこれ。今のとか。これ。まあでもこういう精度が大事になってくるんやろな。だどんだってこれ実戦でやったら超盛り上がるやろな。おわそこ見てるかみたいな。でも全部の牽制技にまあ意識して仕込むっていうか見てから返せたらいいよね。だから意識高い人はあれができるやろうね。